方にご希望する条件など何かありましたらお聞きしてますはいやねもう私なんて気遅れた女がそんな誰かに何かを求めるなんてことできないんでいやもうおこがましいですいやい皆さんにお聞きしてますのでご遠慮なくおっしゃってくださいえー、ええー、そうですねうんあいやでもう本当におこがましいんですけど年収1500万円一千五百万 まあそのくらい、あ、千五百万ですね。かしこまりました。ちょっとそれ未満だと難しいのかなって思います。あ、千五百万以上の方ですね。そうです。ね。わかりました。いやもう本当におこがましいんですけど、<laughs> <laughs> なんか好きなタイプとかございますか。好きなタイプですか。はい。いやもうそんな本当に私が求めるなんておこがましい。本当にあの、えー、そうですね。 まあ、本当におこがましいんですけど、えー、考えたことないな。C っていうなら、最低でも東大東大まあ、できたらハーバード。あハーバード。はい。まあ、落ちても慶応ですかね。はい<あ>。あ、早稲田は大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい。はい。すいません、ちょっとおこがましいんですけど。工、えー、高学歴の方ですね。はい。まあ、C っていうなら。はい 性格の面とかで何かこういう方がいいなみたいなのありますかいやもうこれ以上出てこないですよ <laughs> 本当にえいやもう本当に隣でそばで笑ってくれるだけで <laughs> いいんですよ <laughs> あでもそうですねいやおこがましいんですけどえそうだな死っていうなら大谷翔平大谷翔平 いやおこがましいわ。